ちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、ドライブしています。もうね、かれこれ3時間くらいドライブしてまして、あ、行く先全然決めてないんですけど、休みなんでどうしてもね、ちょっと外出たいなと思ってドライブしました。で、まあどこ行こうかな、まあ、せっかくなんでこのままどっか、あのゲリラ的に、ドライブ行って、あの車中泊してどっか泊まりたいなと思ってるんですけどね、まあ、時期が時期なんで、なるべく人混みは避けつつっていう感じで、ゆっくりしようかなとは思ってます。まあちょっと目的地決まるまで、車適当に走らせます。デイ！はい、行き先を決めました。現在ですね、八王子の方から、あの飯能とか秩父の方に向かってるんですけど、まあ、そのまんま抜けて軽井沢にピザでも食べに行こうかなと思います。去年かな、去年の5月ぐらいに1回行ったんですけどね、美味しいピザ屋さん。今回はあえてね、軽井沢のピザーラを食べるという企画をね、立てて、ちょっと軽井沢目指してみます。ちょっと遠いけどね。道の駅ですね、道の駅妙義かな、妙義さんですね。約ですね、私が家出てから9時間ぐらい運転しました。まあ休憩ありですけどね。楽しかった、下道楽しかった。行ったことのない道結構行けたんでね、今もなんかこの畑の中を通ってますけど、もうすぐで道の駅着きますんで、そこでね休憩します。はい、着きますね。なんかね、道が静まりすぎ、あー待って、これ結構ちっちゃいかな、やっぱ怖っ、ちっちゃいな、怖っ。大丈夫かな。着きました。ちょっと場所探してね、仮眠取る場所をね確保します。トイレがね結構充実した道の駅ですね。あっちにおそらく売店とかあるんですけどね、バイカーの方がいるんで近づけないですね、これはね。明日の朝どんな景色になってるか楽しみですね。はい、では今から寝てみます。果たして今回こそは眠れるのか。今日はね、だいぶ疲れてます。前日も3時間くらいしか寝てないからね、すごいね、静かな道の駅でね、ちょっと不気味な感じしますわ。ではおやすみなさい。はい、おはようございます。現在朝8時です。また眠れませんでした。2日間ねまともに寝てないですね。ちょうど昨晩ね、ちょっとバタついてまして、メールとか作っててね、結局眠れなくなってこのざまですよ。ただ天気はね、なんかこれから晴れるみたいなんで、それだけが救いですね。この後はですね、軽井沢に向かう途中に、あるメガネ橋だっけな、そちらに向かいたいと思ってます。モーニングをね、軽井沢で食べたいところなんですけれども、あえて、セブンで納豆巻きとおにぎりを食べるという行為がたまらないですね。おーし、朝飯食い終わりました。じゃあもうね、すぐ着くんで、楽しみですね、観光ね。
ですよ、なかなか険しい道ですよ。いいね、観光に来たっていう感じしますね。駐車場着きました、車は1台も止まってません。あの駐車場に着く前にね、実はメガネ橋通りまして、そっからねこれ5分ぐらい歩くのかな、そこそこ歩きますね。かなりね圧巻でしたね。早くね見たいですわ、下から。見えました、メガネ橋。いやーすごいなーこれ。もう少し近づきますか。はい、着きました。見てこの迫力、レンガですよこれ。で、あの上がね遊歩道になってるらしいんですよね。これ行けるのかな、上。こっち見て、洞窟がトンネルかだそうですよ。壁に 何かね文字書いてますね。不気味ですわ。なんかヒスイ第三橋梁メガネ橋。落書きやべー、落書きやめてー。せっかく来たんで上登ってます。あの階段がねかなり綺麗に整備されてるんで意外に楽ですね。あの登るの大変かなと思ったんですけど楽ですね。着きました。いや、あのなかなかね不気味な雰囲気ですよ。こっちに行くと駅があるのかな。あーすごい、これ遊歩道、遊歩道か、遊歩道ですね。こんな感じですわ。ちょっと一回橋の方行きますね。こっちはもうこれ以上行かないですね。はい、着きました。これがアプトの道ね。うわー、すごい、すごい景色。見ますか、ここから。怖っ。下がね、こんな感じですね。あそこが入り口で、さっきいた場所ですね。はい、そしてこちらがね、反対側の洞窟。洞窟じゃない、トンネルね。あの、ウォーキングトレイル、ウォーキングトレイルになっていて 6.1 キロって書いてあったかな。結構な距離ですね、けど気持ちよさそう。寝不足だからか体力消耗が半端じゃないですね。じゃあ車まで戻りまーす。よいしょ、怖い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 。行きは下りだが帰りが上り、そしてマスクが苦しい。誰だこんなとこに缶コーヒーの空き缶置いてくの。はい、行ってきました。そして車に戻ってまいりました。
あーすごかった迫力が。それでですね、もう結構ね、昨日の夜からメガネ橋にかけて動画が長くなってしまってると思うんで、この辺でですね、一旦動画を切らせていただきます。後編というか、まあ、次の動画の内容次第ではもしかしたらね、この動画で終わりになってしまう可能性もありますし、まだまだ続く可能性もありますので、ちょっとどうなるかわかんないですけど、一旦ここで失礼します。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。やばい、家がもうなんか日本にいる感じじゃない。